ドラゴンクエスト9星空の守り人、実況者は DAL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ではね、船がゲットできたということで、どこに行けばいいかさっぱりわからないんで、適当に探索を進めていきたいと思います。で、まず隣の島、灯台のところに行って、まあ話を聞いてきて、で、まあ北に行くとグラビアナがあるっていうことで、まあそこに行けばいいんだろうなっていうのが分かったんで、あえて大陸の東に進んで、今ここに来ています。はい。グラビアナじゃなかったね。グビアナだったね。グラビアナとかどんだけグラビア女優が好きなんだか。バレちゃうな。うるわしのきな粉を3つ取ってきて、オッケー。うるわしのキノコね、多分ね、普通に、もう持ってた。はい、お疲れ様でした。お化けキノコかなんかでね、大量にゲットしてますね。もう持ってましたね。捨ててこパン。そっか、こういう孤島とかにも、クエストが設定されてるんだね。なるほどね。なんか三色団子のスライムさっき言ったけど、カタツムリ。ほら、なんだなんだ。スライム、スライムベース、一番上はなんだ？スライムタワー。強そうだね。うわ、ヒットポイント高え。グラグラしてる。飛び上がった。おお、強え。普通に強え。やべえ。いや、普通に強え。マジかよ。そうそう、MP も切れるのか。うわ。にしては、あ、でもお金は結構くれるんだね。お金稼ぎたいよって時にはいいのか。もうお金は別にいいよね。頑張って稼がなくても。自然と貯まるものだから、ゴールドっていうのは。じゃあ今度ここ行ってみましょうか。なんか世界中っぽいものが生えてる。ここは湿地帯みたいになってるんだね。世界樹の葉。あ、やっぱ世界樹なのかな、これ。あ、違うよ。この光が出てる木は確かあれじゃなかった。列車が到着できる場所じゃなかった。そういうわけじゃないのかな。この大陸が多分グビアナですね。もうグラビアでいいや。グラビア大陸ですね。グラビア大陸ですね。で、これさ、だいたいドラクエって船取って、で、適当に進んで、降りた大陸でめちゃめちゃ強い敵が出てっていうのが、あるあるなんで、で、死ぬっていうのがね、ドラクエあるあるなんで。大丈夫か？強そうだな。会場の敵も舐められないからな。あ、もう MP がないのか。まずいな、これは。火炎斬り。あ、強え強え強え。雑魚敵の全体攻撃ほど食らいたくないものはないよな、ほんと。大っ嫌いだわ、雑魚敵の全体攻撃。いや、ほいに。生成振りまくんだ。ガンガン行こうぜで。AI 面白いな。おお、そこで会心出るか。そこはアリーナと一緒なんだな。オッケーオッケー、把握したぞ。そういうパターンもあるってことですね。あんまり会場でもう、あれしたくないな。じゃあもうとりあえずグラビア動画、グラビア動画、グラビア体力つけちゃうか、もうついちゃおうか。ヘルマーリン。よし。この砂漠の大陸が、あれって言ってたんで、うん。に、女王様がいるよっていう話を聞かされてるんで。ここで間違いないと思います。
砂漠の大陸だね。やっぱ砂漠特有な感じのモンスターたちが出ますね。オッケー、ストレートな追っかけなら大丈夫だ。おっと、今は戦闘したくないよね。オアシスがあるね。とりあえずこの明らかに盛られている土のとこに行こう。おー、すげえな。もうタージマハルにしか見えないけど、俺からしたら世界七大神秘だろこれ。ここはグラビア王国、女王ユリシス様が治める砂漠の王国でございます。とりあえず一旦寝ます。一旦寝ましょうか。ちょっと MP がなさすぎるんでねじゃあ探索を裏でやるとして、まあなんかフラグが立つと思うんで、ここに来いって言われてたから、とりあえず女王様に謁見しようかなと。謁見、謁見、何か困ってることないかね。この雰囲気なんかあれだな、天空の兜だったかな、をゲットするときの女王様に会いに来たのになんか似てるような気がするな。お、なんでしょう、ここは大臣フラグパターンだったか。金色のトカゲをジーラという侍女が、トカゲか、下の階の廊下でまだ、はーい。そうか、トカゲを飼ってるのか。下の階はここでいいのかな。侍女さんがいると思う。多分あそこにいた人じゃないかなと思ったんだよね。あ、いやいやいや。この方か。この方だね。間違いないね。手伝います。大きな音が苦手、人のいない場所。人のいない場所で拍手か。了解した。これどうやってあれするんだっけ？作戦？仕草登録。拍手とかある？拍手あった。オッケーオッケー。ここで出てくるようになるんだね。人のいないとこって言ったらやっぱり地下だと思うんだけどね。いる人が、めちゃめちゃいる。皆さんコメントありがとうございました。本棚は調べろっていうコメント。お一人の方からいただいてますね。何かがあるんだよね。錬金だっけ？錬金のあれができるようになる。できるようになるじゃない。レシピがとかかな？きっとね。レシピ、レシピ。まだあれができないんだよね、でもね。おー、グラビア動画。まさかの。まさかのグラビアか？違うか。残念。人いますね。あ、いっぱいある。ガレイウスの異形。ツルハシ。地下水道フラグが立った。俺も地下じゃないかなとは思ってたよ、トカゲだから。ユリウス。初級兵士作法。けれ！なるほど。この敬礼もしかしたらこの国では使えるかもしれないな。伝説の踊り子、メディサ。カルバド大草原を毎日踊りながらかけていた。なんで本棚から。まあいいでしょう。
さかの本棚からでしたね。まあいいか。そういうパターンもあるんだね。さてと、では人のいないところか。地下に行きたいぞ、地下に。これじゃ上に行っちゃうもんな。地下、地下。あ、美人さんなんだね。それよりトカゲ探したいんだけど、地下どうやって行くんだろう。いや、そもそも地下があるのか。階段らしき階段はないんだよね。入っちゃった。ないね、これは。人のいないところか。お次。もっとあからさまに人がいないところがあるんじゃないかな。ここら辺入れるね。一応探索するか。じゃあいやー、それが違うんですよ。黄金の果実、かっこわらなんですよ。魔物とかになっちゃうようなね、そういうパターンなんですよ。あまりよろしくないですよ、果実は。早く錬金できるようになりたいよね。あんま錬金しなかったけど、エイトの時。錬金したいぞ。多分これは女王様のお部屋だろうけど、普通に探索してしまった。あー、ここに来るのか。行きたいところは違う。ん？さらに上に行けるのか。いや、外にも出れるのか。どうなってんのこれ。すごいな。で、ここから入って宝箱取れってこと。魔法の鍵、やったー。普通に取れたけど、いいのか。いいのかな。お、これは仲間をかばうイベントか。これはあれですかね。武闘家とかにならないときっとダメなんだろうな。ですね、きっと武闘家とかにならないとダメなやつですよね。まあ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 、できるときでいいでしょう。外出てみようか。人がいないとこなんてないよな。なるほど、外なら日陰。出れないけど。あ、ここは、そうか。うわ、全然。もっと人がいないところに行きたいんだけど、全然なくない？あ、なるほど。女王様がユリウスなんだ。あ、めっちゃ人いるわ。いるな。でも外フラグ立ったよね、今ね。詩人さんが言ってた。外なら、日陰って言ってたから。外説も出たよね、これで一気に。
そしたら外行ってみようか。まずはここを降りてと。外で人のいないところを探そうか。日向、日陰フラグ。日陰フラグ立ってるからこれワンチャンあるだろう。ワンチャンあるよね。わざわざ画面がこんな大きくなるのおかしいぞ。わざわざカメラが引く理由がわかんないもん。これワンチャンあるだろう。ワンチャンあるぞ、これ。ワンチャンある、ワンチャンある。このカメラの引きはおかしいぞ。ワンチャン、ワンチャン。ほらー、ほら、あった、やっぱりだ。いましたね。いやいやいや、止まってないで捕まえようぜ。逃げられるから、もう捕まえちゃって、一発で。やめてよー。探すのいいよー、もう。オッケーオッケー。ゲット。いや、RPG 慣れって怖いわ。慣れって怖いわ、ほんと。さて、では、大臣に話しかけましょう。よし。なるほどね、そうきたか。やはりエジプトの神っぽい感じですね。まあ、ユリウスだからそうか。あ、ユリシスか。この者がアノンちゃんを見つけたダルでございます。おだまり大臣。申し訳ありません。なかなか、あれですね。傲慢な感じな女王様ですね。もう座り方からにして、そんな感じか。なんでしょう。果実。まさか、アノンちゃん。お、本当に？やったー。なんでよ。やめた方がいいと思うよ。とんでもないことになっちゃうぜ。やめた方がいいと思うぜ。さっき沐浴してる言ってたのにまた入んのかよ。どうすんのよ。入れないでしょ。男の子なんだから。どうするの。大丈夫なのか？マジで？あるの？うわ。もう20分になっちゃうのか。じゃあ一旦終わりますかね。そうですね。ここで終わっときましょう。はい。では一旦ご視聴ありがとうございました。続きもまたよろしくお願いします。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。